今回はね、唐辛子の育て方をねやっていこうと思います。で確かね、メモってないんだけど、ナス科だったと思います。ピーマンとかとね一緒だと思います。でまず生育適温なんですけど22度から30度っていうことでね、まあ結構高めかなと思います。で高温にはね強いんですけど低温にね弱いので十分暖かくなってからね植えるようにしてください。であとね根張りが浅いんですけど、乾燥にも過湿にも弱いっていうことなので、あまり浅いプランターとかにね植えちゃうと過湿になっちゃったりするので、まあ、できればねある程度深い鉢植えにするだとか、普通のね花を植える細長いプランターよりちょっと短くて幅があって深さがね深い菜園プランターっていうのがよくあると思うんですが、まあ、菜園プランターとかにね植えるといいと思います。でまあ鉢植えとかねプランターに植える場合なんですけど、まあ過湿をね嫌うっていうことなんで、まあ、少しね底の方に鉢底石を入れたりだとか発泡スチロールを砕いたものだとかを入れてね水はけを良くしてあげて過湿をね防いであげるといいんじゃないかなと思います。であと連作年限なんですけど3年間ありますので、連作はできません。まあもちろんね畝を変えてあげたりとか植える場所を変えてあげれば大丈夫なんですけどね。で、過湿をね嫌うので土はね水はけのいい土をね選んでください。で株間はねある程度葉っぱが茂ってきますんでできるだけ開けた方がいいんですけど、まあプランターだったら25センチとかねもうちょっと開けた方がいいかな。うん、だからプランターに2株から3株かなっていう感じですかね。で地植えだったらね 4,50 センチ開けた方がいいと思います。で仕立て方なんですけど、ピーマンはどうだったっけな、同じかな、ナスとかねトマトとかと同じで、3本仕立てから4本仕立てっていうことでね、1番花って1番の花ですね、花がついた下2つの脇芽を伸ばしていって、であともともとあった幹ですねを3本にして育てていくっていうやり方ですね。で4本仕立てだったらその下もう1個ね1番の花がついたら 1,2,3,3 つの枝を伸ばすか、花がついたら幹と、その下1個の葉っぱを葉っぱじゃないなその下1個の枝を伸ばしていってその先でねもう1回分けて2つにして4つになるっていう方法どちらかになってきます。で3本仕立てとかね4本仕立てにするとやっぱり葉っぱが混み合ってきちゃって風通しが悪くねなってきちゃうので枝をねきれいに整えて静止してね蒸れないように風通しのいいように日当たりのいいようにっていう風にね枝をねきれいに整えてもらうといいかなと思います。で病害虫なんですけどカメムシだとかテントウムシダマシだとかハモグリバエのあたりがつくかなと思います。で、まあ、このあたりはね農薬で防ぐか取ってあげるかっていう感じで大丈夫だと思うんですが、であとね、病気なんですけどハンテン病っていうのがね出ることがありますので、ハンテン病はね日当たりがいいところに置いておいてあげたりとか、風通しよくねちゃんと静止してあげるとね防げますので、きちんとね枝を整理して日当たりが良くなるように、日当たりがね当然こう葉っぱが混み合ってると日当たりも悪くなっちゃいますので、きちんとね枝を整えてあげて風通しと日当たりを良くするっていうことですね。まあ、もちろんね農薬かけて防ぐっていうこともできると思うんですが、そんなにね枝がたくさん出てる状態だと当然日当たりも悪くてね実のねなり具合とかにも影響してきますんで、まあ基本的にはねきちんと枝を整えるようにしてあげてください。であれ言ったっけ、
加湿もね嫌うんですけど乾燥も嫌うっていうことなんで、加湿をね防ぐためにそこにね鉢底石を少し多めに入れてあげたりだとか、発泡スチロールをね砕いたようなものでもいいので、そこにね少し物を入れてね底上げしてあげて加湿をね防ぐようにしてください。で、乾燥をね防ぐためにはマルチングをねしてあげてください。上にね、まあ、マルチング用の専用のビニールでもいいですし、敷きわらでもいいですし、まあ、もみ殻だったりとか、ピートモスでもいいです。バーク堆肥でもいいです。で、あとね、ウッドチップはどうだろうな、上にね観葉植物にかけるねチップ状のこういう木片あると思うんですけど、あれはどうかな。それをするぐらいだったら新聞紙とかをねかけてあげた方がいいかなとは思います。地面からねボコボコたくさん出てくるような植物じゃないんでね、ビニールとか新聞とかでも全然大丈夫だと思います。で、もしね麻袋とかね廃棄するようなものがあればね、麻袋を切ってかけてあげてももちろんいいと思います。で、あとね、水やりなんですけど、葉っぱにねあんまり水をジャージャーかけると蒸れてねやっぱり斑点病とかっていうのが出やすくなりますので、なるべくね株元に水をあげるようにしてください。で、あとはね、追肥なんですけど、一番花、さっき言った一番の花ではなくて一番目の果実ですね、実ができた時点で1回目の追肥をしてください。その後はね、化成肥料だったら2週間に1回ぐらいで、液肥だったらね1週間に1回ぐらい肥料をあげて育てるといいかなと思います。まあ、どちらかというとね液肥の方がね調整がしやすいので、まあ、液肥の方がいいんじゃないかなと思います。あとはね、自分がちょっとよくやる手としては少なめに化成肥料をあげます。で、液肥で調整していくっていう形を自分は結構取ったりします。葉っぱのね状態とかを見てると肥料のねやりすぎとかっていうのが分かりやすいので、そういう風にねしてあげるといいかなと思います。化成肥料でねたくさん肥料上げすぎちゃった時っていうのは減らすっていうのがなかなか難しいので、少しね少なめに上げておいて、あとは液肥でねどんどん足してあげるっていう方法でね、自分はまあ楽をしたい時なんかはねそういう風に管理をしたりします。で、あとねもう一つなんですけど、これは育て方とは変わってくるんですが、唐辛子のね近くに植えた植物にはこの唐辛子の辛みっていうのが移ることがあります。で、代表例としてはね隣にある青じそなんですが、これをねこういう風に近くに植えちゃうと青じその方が辛くなってしまいますので、そういうね辛くしたくない植物っていうのは少し離してね植えるといいと思います。まあ、プランターの場合だったらね同じプランターの中に植えないとかね、そういう風に工夫するといいのかなと思います。まあ、別にねそんなに難しい植物とかではないので、まあ、気軽にね育ててみるといいんじゃないかなと思います。で、唐辛子ね買ってくると結構ねちょっとしか入ってないのに高いので、まあ、こういう風にね育てると、まあ、次々ねたくさんできてくれるし保存もね効くので、まあ、育てがいもあるんじゃないかなと思います。まあ、おすすめのね植物なんじゃないかなと思います。で、あとね唐辛子をね害虫除けとして植える方もいらっしゃるんですが、どうだろうな、唐辛子ってやっぱり害虫除けになるのかな。でもある程度害虫のつく植物でもあるので、どうかなっていう感じなんですが、まあ、そのあたりはねちょっとまだよくわかりませんぐらいかな。ということでね、この動画面白かった、また見たいっていう方はねグッドボタンとかチャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。コメントの方もねいただけると嬉しいので気軽に書いていってください。